リコさん、こんにちは。ビクトリアさんもこんにちは。朝子さん、こんにちは。あゆみさんもこんにちは。すごい、今日ね、実は誰も聞いてもらえないかもと思ったの。七色さんもこんにちは。今日もうなんか誰も聞いてもらえなくても配信したいかなと思って、配信したいって思ったからちょっとやってみようと思って配信することにしました。ありがとうございます。こんななんか夕方の聞こえました、聞こえたんだ、すごいね、テレパシー通じたんだね。うん、ねえ、皆さんの地域どうですか今。うちっていうか、今私長野にいるんですけど、長野のお家にいるんですけど、今日はめっちゃ暑いです。なんか台風のフェーン現象みたいな感じ、なんか熱風みたいな。長野って割と湿度が低いんですよ。なんだけど今日はねめっちゃ蒸し暑い、蒸し暑いです。皆さんこのお盆前の夕方の忙しいところにありがとうございます。ビクトリア、暑いよね、曇ってたんだ、へえ。もうごめんね、ビクトリアさんのお住まいがどこかっていうのがね、今ねすぐ出てこなくて、どこだっけって思いながら聞いてます。ごめんね、私本当に名前と顔の一致がすごく難しい人で、ありがとう、優しい。名古屋暑い、名古屋、私ね、あ、そうそう、今日のなんかその話したいことでね、親との関係性を今日は話をしようと思ったんだけど、ブログにさっき上げといたんだけれど、うちの父は名古屋出身なんですよ。で転勤族だったから、あんまり言ってない。そう、いろいろね、この前なんか3回くらい前の時かな、うわーって皆さん、どこどこ出身ですって書いてくれた時があったの。仙台ですとかで、だから、おう、愛知なんだ、おう、愛知、やっぱ名古屋の人結構いらっしゃるんだね。そう、なんかもうこれもね、ごめん、せっかくメッセージ送ってくれたのに、また名前とお名前がこうふって浮かばないんだけど、名古屋で市中水面のグループコンサルやってほしいっていうご依頼があるので、なんかインスタでもいいし、LINE アットでもいいから、もし名古屋でグループコンサル、市中水面のグループコンサルやりたいっていう方がいらしたらメッセージください。日程合わせたいと思います。はい、そう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 、何の話したっけと思ったら、うちの父のことだ。うちの父あれなんですよ、名古屋出身なんだけれど、そっから入ると思わなかった。だけど名古屋の方言でもね、この前名古屋でグループコンサルさせていただいた時も思ったんだけど、名古屋の人たちってあんまり、なんかその街中で会う人たちだよ、街中で会う人たちも、グループコンサル来てくださった方はもちろんって感じだったんだけど、なんか方言感じないよね。すごいなんか東京弁と変わんないなと思ってて、なんかなんだっけみたいな、そう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 。でもうちの父、こう娘と喋ってる時めっちゃ標準語なんだけど、自分の弟と喋るとめっちゃ名古屋弁でした。うわ、こんなお父さん言葉使うんだみたいな、本当にミヤって感じだった。そこしか覚えてないんだけど、なんか結構お父さん、自分の弟2人いるんだけど仲悪くって、そう、あんまりね、こう交流がなかったね。そうだから私もともと、なんて言うんだろう、なんかいわゆる田舎とか
おじいちゃんおばあちゃんもね、母方のおばあちゃんはそこそこ会ってたんだけど、おじいちゃん亡くなってて、だけどすんごい厳しい人だったの。なんか勉学びね、勉強と、お金に関してものすごい厳しい人だったので、その理由も知ってんだけど、戦争があったから、すごく多分ね、頭のいいおばあちゃんだったのね。すごい洋裁もできて和裁もできて、なんかおじいちゃんが酒飲みで自由奔放で、なんかね、どんどんなんか部下におごっちゃう人だったらしいんだよね。だけどおばあちゃんが全部家計を支えてたらしい。で、本当おばあちゃんの夢は学校に行くことだったのね。だけどお金がなくて行けなくて、それを全部ね、今60じゃないよね、60か60、70くらいの、両親に、70くらいの、姉妹だから娘2人に託してるんだよ、自分の夢を。だから学びたいという夢を託してて、娘2人ともだから今60後半にしてはすごい珍しいと思うんだけど、大学に行ってんの。で、そのお金も全部おばあちゃんが出してんだよ。おじいちゃんはもう飲んで終わりみたいな、お仕事はちゃんとしてたけどね。だからすごく、でね、なんでこの話をしてるかっていうと、なんて言うんだろう、自分が持ってる価値観ってあるじゃん。お金に関してどう思ってるのかとかさ、女とはこうだとかさ、仕事ってこんな風にしなくちゃいけないとかさ、例えばとか、あとね、なんか社会に対してとかもそうだよね。人付き合いってこんな風にしちゃいけない、大体日本人いっぱい持ってるのが、なんか本音通りに生きてはいけないみたいな。本音生きると叩かれるみたいな、とか、なんかそういう、なんか、なんだろう、ねばならないとか、してはいけないとか、禁止とかね、とかって、とか、あとお金に関してどう思ってるか、もう、もろ、家計が入ってんだよね。家計。だから、おじいちゃんおばあちゃんがどんなこと言ってたかとか、おじさんおばさんがお金について何を考えてるのかとか、親はもちろんよ、親はもちろんなんだけど、親ってね、結構なんだろう、近すぎちゃって、なんか関係がね、近すぎちゃってよく分かんなくなっちゃう時あるのよ。なんだけど、おじいちゃんおばあちゃんが言ってた口癖とかね、おばさんが言ってた口癖とかね、あと自分が小さい時に感じた寂しさとか虚しさとか、やるせなさとか情けなさとか、そういうのを思い出すと、その時自分がどういうふうに思い込んだかを思い出すよ。だから結構なんか、お盆とかそういう家族が集まる行事って自分を見直す割といい機会なんだけど、なんか私は本当にもうね、なんかブログでもなんか毎回多分、お盆と正月になるために書いてんだと思うんだけど、もうお盆とお正月が大嫌いだったの。で、そうそう、思い出した。私この前のね、インスタライブの時も、最後すごい皆さんが「もう優子さん楽しかったです」って、「楽しかった楽しかった楽しかった」って言われて、なんか個人鑑定のね、ご依頼とかそういうメッセージのやり取りとかもしてても、なんか優子さんと会うと元気もらえますとか、楽しいですとか言われること多いんだけど、なんか自分がなんか何て言うんだろう、楽しくしゃべろうとか思ってないの、全然。で、元気になってもらおうとかも全然思ってないの。なんたることや。 だから本当、私は喋りたいことを喋って、いるだけなんだよね、割と。で、昔、そうね、昔から楽しいとか元気もらえるとか言ってたけど、なんかなんでかなってふって考えた時に、一つあるなと思ったのが、多分やっぱりインスタライブでは意識してないんだけど、やっぱ本音を言っていいとか、本音通りに生きていいとか、本音を出していいとか、本音を喋っていいっていう許可が大きくなればなった瞬間に、多分エネルギーが通っていくんだと思うの。で、実はやっぱり本音って、何て言うんだろう、面白いんだよ。腹黒くってゲスくって。 今目がキラキラしてるね。 なんか本音って怖いけどさ、でもみんなあるあると思ってるじゃん。
なんか私今日なんか自分で書きながらちょっと受けて笑いそうになっちゃったんだけど、私やっぱりなんか自分の本音の中の言葉、腹の言葉の一つで、なんか解放している、なんかすごい詰まってて、うって出てくる言葉の一つにうるさいがあるのね。なんかうるさいって普通の言葉なんだけどさ、本当にその場で思ってる時って私結構言えないんだよね。うるさいって言っちゃいけないような感覚がすごくあって、言ってはいけない NG ワードくらいな、なんかすごい罪悪感を感じる言葉の一つで、でやっぱそれすごい思ってるなと思って、今回だからね、なんかもうね、もう聞いてくれるって感じなんだけどだって45歳になってさ、母から今月中2回もさ、なんか心配の手紙来るってどういうと思わない？ほっとけよってうるせえよ、うざいよって思ったの。もうこっちはね、45歳で子供2人産んだらもう大人だよみたいな、なんでいちいちそんなに首突っ込んでくるのみたいなのが本音だなと思って、なんかね手紙もらって、まあ、まず開ける気がしないのよでだってめんどくさいじゃん何いちいちバーザーみたいな、これ絶対楽しくなさそうな手紙みたいなでさ、羨ましいの、そうか、こう羨ましいの、なんかやっぱお母さんがいないとかそういう感じなのかな、みつるさんは、分かんないけど私はうざいと思ったのね。でなんかうざいと思って、いらねえよみたいなこんな手紙いらねえよって思ったのが本音なのね。でなんかそのなんかね、ちょっと前はその本音すらなんか言いこぶって消すみたいな、なんかね、すごいなんか心理学学んでた頃ってすごい頭の中で転換するのがすごい上手くなってたんだよね。なんかいやそうは言ってもみたいな、コミュニケーション上手くなるためにはとかさすごい転換してた。それってあの相手のせいにしてるじゃんみたいな、親のせいにしたって現実変わらないじゃんとか、なんかそうか、なんかね、あのね、そうか、これは心理学役立つかなと思うんだけど、あのね、人って何か出来事に対して反応するタイプが3つあるんだよ基本的に。一つは反応タイプっていうの、なんかともかく言いたい、ともかくなんかわって言われたらキャって言いたいタイプ、私そっちなんだけど、でその人たちそういう反応タイプっていうタイプと、もう一つはなんだろう、忘れたな、反応タイプ、あとね引きこもるタイプがいいの、あの何かあったらなかったことにするっていうタイプの人がいいの、 あまりにも怖すぎて近寄れないっていうタイプの人がいいの、うん、でもそういう人っていると思う。だからね、なんかね、気づくとそういう人たちって気配が消えてるのいると思うの、子供でもいると思うの。だから何かあったらキャーキャーワーワー言うタイプか、いなくなるタイプか、もう一つが、反応タイプ、あすごい忘れるもんだね、ちゃんと心理学もなんだろうに今出てこない、有利タイプって言うんだけどね、いなくなるタイプ、うん、怖すぎて向き合えなくていなくなっちゃうみたいな。反応タイプも怖いんだよ、怖すぎて黙っていられなくなるの、うわって出しちゃうタイプと、あともう一つが思考タイプだったかな、これなんか後でブログ書くね、忘れちゃったよ、思考タイプだったかな、思考タイプとか、あといやー気持ち悪いねどうしよう探すみたいな探し始める資料なんだったっけ、あそうか、パソコン開けばわかるかな、ちょっと思い出したら言うね反応タイプ、有利タイプ、あとは思考タイプだったかな、自己主張タイプだったかな、なんか反応タイプは本当にね、なんかが来たら反応しちゃうってやつなの、言っちゃうし行動しちゃうしみたいな、結構パッパって反応しちゃうって感じなのね。でもう一つは有利タイプって言って本当引きこもりに入っちゃうみたいな、でなかったことにする、その現実すらないみたいな感じで、もう一つは自己主張タイプだったっけな、なんかね強く出ちゃうっていうタイプ、攻めちゃう、怒っちゃうとか、なんか違うな、なんだったっけな、ごめん、もう一個はねちょっと忘れちゃった、後でちゃんとブログ書くね私は反応タイプっていうのは覚えてんだけど、でそれって、その人のパターンなんだよ。で元に戻ると、うちのあでも自己主張で合ってたような気がするな、お父さんはもうともかく自己主張なの、なんか怖いことがあったらがっつり攻めに行くタイプなのよ、俺は悪くないみたいな、
で、反応タイプ悪くないと思ってたとしてもキャーキャーワーワー反応しちゃうのね。うん、あ、そうそう、だから自己主張タイプは戦いに行くんだよ、あのガチで戦いに行くんだよ。で、反応タイプはとりあえず自分がキャーキャーワーワーになってなんか周りにこう負のオーラを撒き散らすみたいな感じで、で、3番目 その有利タイプって引きこもりタイプは、その場からいなくなるとかなかったことにするみたいな、自分の世界入り込んじゃうとか、そんな感じなんだよね。うん、で何が言いたいかっていうと、そのなんか何か困ったことが起きた時に起きるタイプ、なんか無意識に自分が行動していることって、パターン決まってるんだよ、毎回同じパターンするので、でそれの時にあ同じパターンしてるなって気づいて本当にやりたいことを選んであげるってことがまず自分にとっては大切。それって、やりたいからやってるっていうよりもそのパターンだからなんか無意識に反応なんかそうしちゃってる、無意識にこう問題と向き合わないで例えば引きこもるとか、問題が怖すぎて反応しちゃうとか、問題が嫌すぎてなんか相手切り込んでってなんか返り討ちにあったり、すごい相手思い嫌な思いしていなくなっちゃったりとかね、人間関係壊したりとか、そういう同じパターンから違うパターンに移るっていう選択ができるようになる、だんだんっていうことで、そういうのは必要だなと思うんだけど、あとね相手への理解ができるんだよ。だからさ、すごいうわーってくる、うち父がそうだね、うわーってなんか勢いに任せてうわーって怒ってくる人ってあれ怖いからやってるんだよ。強いから、そう、強、本当に強い人ってさ、そんな言わなくたっていいじゃん、あれは怖いから、怖い自分を守る自己防衛反応でやってるだけなのね。でだから、あ怖いんだって思うだけでなんかその人の怒りに巻き込まれなくなる。うん、そうそうそう、またやっちゃったっていうの、そうそう、でもね、なんかだからまたやっちゃったの次だよね。だからもうそのループの中に入っちゃってるってことに気づいて、本当は自分がどうしたいか、自分の心の構造がどんな風になってて、どんな風に本当は人とつながりたいのかみたいな、うんうん、っていうのを、自分が作るのがすごい大事なんだと思う。頭だけで判断しないで。でね、その時にだから そこの心理学だけだとなんかすごい、だからあ、まだ同じことやってるみたいな攻めが入ってたのよ、私実は。だから逆にね、抜けられなかったの。でね、どうやって抜けたかっていうと、だからね、なんか同じパターンにはまってるんだなっていうのはそれはそれで良しとして、自分の本当に思ってることは何だろうっていうことに、耳を傾けるようになったというか、聞くようにしたというか、なんか頭でわーわーいろいろ言わないで、本当の本当の本当に思ってることは何だいみたいな、私みたいなって聞くようにしたの。で本当の本当に本当に思ってることって結構なんか情けないんだよね、自分が、私の場合情けないなと思うのよ、だってうぜえなんだもん子供だよ子供みたいな、要は子供だよみたいなって思っちゃうね、私はやっぱカッコつけたいから、でうぜえなんだようぜえって、でもね、そうやってうぜえって思ってるってことが分かった瞬間から笑いに変わるなと思って、笑えるなんか、まあ可愛いわ私みたいな風になるなと思って、だからなんかちゃんとその自分が思ってることに気づいてあげて、なんか受け入れてあげると結構笑いになって消えるんだよね。うん、でそっから軽くなるし楽になる。うん、でその時にいろいろ頭で言わない、なんかこんな親だって私が現実想像してんのよみたいなそう思ってて、なんか抜けれるといいんだけど抜けらんなかった私私はなんか本音が一番、本音を自分が受け入れるってことが一番大事だった。だからね、そうそう、前何回か前の時に被害者って話が出てたんだけど、ですごい私被害者の立ち位置になりますって言ってわーってね、みんなコメント書いてて、なんか、そういえば被害者どうやって抜けたかなみたいな思った時あったんだけど、でそれもちょっとブログに書いたんだけど、なんかね、この一言よ、あいつうぜえみたいなとか私悪くないみたいな
ていうのを多分ね、自分がその私悪くないって言ってるのをなんか知ってあげて、なんか今みたいに言ってあげると笑えるよなんかそれが笑えない時って本当に何だろう、その世界にいるから多分笑えないんだけど、なんかだってさ、なんかね、何回か言ってほしいの、なんか本当になんだよこいつうぜえよとか、私悪くないみたいな、あいつが悪いみたいな、夫が悪いみたいな、夫が悪い、夫が悪い、夫が悪いってずっと、まあ夫に言わなくてもいいから言ってて、あのできたら力限り、あのね、こっそり私悪くないって言ってると、なんかねもやっとしてるからあんまりエネルギー通んなくて、なんかね、そうそう、田舎の人だったらもう車の中でバカーとか私悪くないみたいなとか言うだけでストレス発散になるし、そのうちなんかね言ってることバカらしくなるよ多分ね、本当にだから腹に溜めちゃダメで、腹が思ってるなんかもうバカーとかうぜーとかなんか悪くないとかあいつがないとかいうなんか爆弾のようなボールをなんか無視しないで、なんかすぐいい人になろうとしちゃうんだよね、やっぱ今までの癖で。うん、なんかそうやってなんかやるとなんか面白くなるっていうか笑えるんだよね。なんかね、やっぱりうまくいかない時の一つのなんかこうやっちゃってることって深刻になってんだよ。ああ私被害者だわ、こんなことやってたら現実想像できないみたいなもうね、笑いのところまで行くと楽ちん、うん、なんか今日こんな話 しようとしてたような気もするけど、全然違う話をしようとしてた気もするけど、あの笑おうそう、腹からうわーって出して笑う、バカだってもうね、なんかねバカだなって思って、そうそう可愛くなるんだよ自分のこと。うん、なんか客観的に見ると45になってその母親にいろいろ言われてるのとか、なんかみっともないやん、だけどもううぜーみたいな、うぜーうぜーうぜーみたいなって言ってるだけですっきりしちゃうし、なんかね、そうそうそう、すっきりするとそっからやっとなんかね、やっとなんか自分が自分の腹の中とか自分の心とか頭の中にあるものがなんかね、こうなんだろう、目の前にこう扱えるようになるって言えばいいのかな。なんかね、やっぱり自分の腹の一番醜い腹の声とかみっともない腹の声を隠してると、そこ隠してるから本当頭だけでくるくる考えたり、なんか胸がモヤモヤしてるだけなのね。だけど腹の声出しちゃうと、なんか自分が扱わなきゃいけない素材がこうバーって目の前に並ぶ感じなので、なんかうぜえと思ってる腹みたいな、でなんか胸はモヤモヤするみたいな、で頭ではいやなんかさそんなこと言ったってかっこ悪くないみたいなだけどうぜえだと思ってうぜえようぜえようん、そうだからさ、そうするとそこまでいくと、でもうぜえ自分ってなんかうぜえとか言ってる自分ってまあお子ちゃまだよねみたいなとか言ってるようになると、なんかすっきりしてきて、本当になんか言いたい言葉とか本当に行きたい先が見えてくるんだよね。で私やっぱりなんかこう手紙を目の前にしててさ、本当はどうしたいんだろうと思った時に、いや別になんか親と喧嘩したい、今更親と喧嘩したいわけじゃなくって、なんかただでもなんかやっぱね、もうなんかこう入り込まれるのは嫌なの、めんどくさいってやっぱり思ってんの、それ本音だから、なんかいい距離感でいたいなみたいな、できたら、うん、相手変わらないけどなんか望めるならいい距離感で、なんかめんどくさいことは嫌だみたいなしたらなんかどうしようかなと思った時に、なんかね、うちの母が望むのってなんかもうそのなんだろう、こう破天荒な生き方は この子はしないってことは無理なんだっていうのは理解してるんだよそう、破天荒な生き方は無理なんだけど、そうそうなんだけど、なんか常識は持ってほしいとか思ってんのだからいちいちなんかそのあんたがここまでできるようになったのは義理のお母さんのおかげでしょとか言って、なんかごめんなさいとありがとうを言ってほしいと思ってるね。なんかでも本当これこそなんか魂の学びだなと思うんだけど、
なんかだからそれを言えない時って自分の中にその本音を隠してたりとか、なんかどこかまだあのちゃんとできない娘でなくてごめんなさいっていう罪悪感が入ってる時に、その素直な、なんかあと変なプライド、なんかなんて言うんだろう、どうせ私はまだちゃんと親が認めてくれるほど事業回してないわよとか変なプライドが勝っちゃって、その素直なごめんなさいとありがとうが言えない時ってやっぱね、なんかあんまうまくいかないからさ、うん、だからなんかごめんなさいとありがとうが言えない時はね、あの特に寛太さん怪しいで、あのやっぱりあの被験持ってるお母さんだよね、被験持ってるお母さんと、あと未教のお母さんは、まあ、あの自分のことばっかりだからあんまり家族のこととかねあのできない。だけど私みたいにあの関心のとこに雨とか大地、あの水のマイナスと土のマイナスねが入ってる人たちはお世話もしたいとかどっか思っちゃってるのお世話もしたいけど、自分中心じゃないと生きられないし外に出たいと思ってるの。もうだめっちゃ矛盾してるんだよ。だからその矛盾を、でもね矛盾してない星なんてないの、四柱推命だ。でだから矛盾を愛してあげて、なんか矛盾をなんかバランスよくっていうか言えばいいのか分かんないんだけど、バランスよくなるのか分かんないけど、なんか矛盾をなんか本当受け入れてあげるって言えばいいのかな。全部自分だって本当に家族と一緒に仲良くなりたいとも思ってるし、でもあの自分の時間大好きだし、自分の時間ないと死んじゃうし、あの外にも思いっきり出たいと思ってる。それ全部取りに行こうって、あそうまた全取りだね。そう全部取らないとね人生面白くないよ。これやってるからこれダメなんてね、いやできない。そうだ、星のささやきを全部聞いてあげる。だそれは自分の、 あの湧いてくる本音にその瞬間瞬間なるべく心を開いてあげること、無視しないことかな。うん、そう寛太さんはツンデレの星なんですけど、あのデレを認めてくださいそうなんかね、なんかもやってきてる時は私は本当になんかプライドとヘンテコリンなプライドと、罪悪感にまみれてるあとねよくあるのがね、恥ずかしいからそんなことできないとか。あーそうでね、なんかみつるさんもだけど先生って言われるのなんかあんま好きじゃないうん、ゆこさんとかゆこちゃんでいいよ。うん、なんかすごいごめん、すっきりしたなんか質問あったら聞きますみたいな。全取りしようよ、だってなんだっけ、だってやりたいんだもんやらない人生で諦めつくならいいけど、私諦めらんないよ。だから何回もやってんだけどさ、なんかある質問ありますか。なかったら今日は終わりみたいな。さそうめっちゃそうだからね、なんか本音を掴んでったら明るくなるよ、軽くなるし明るくなる。変異ってどんな星ですか、寛太どこにあるとか関係ありますか。変異はアイデアの星、頭がいい星だよ。寛太は、うん、関係あるよ、関係ある。なんて言ったらいいんだろうな、まあ、月中月柱にあると、まあ、お仕事で生かすといいよね。でもねこれもね、なんか本当に通変、なんかこれもなんか見てんだけど、通変性と十二運勢に関してはあるからどうのじゃないんだよな。うん、あるからあって、その星の意味を知った時に自分が生かしてるか生かしてないか分かると思うのね。なんかこれ生かし、なんかね自然と生かしてるものは生かしてるの。で、もう変異さんっぽいなら変異さんっぽいし、寛太さんっぽいなら寛太さんっぽいんだよ。だけどそう感じられない。だ変異だったらアイデアの星だし、なんかね変異ってね、東大の星とも言われてるの。なんでかっていうと、なんかあの東大生クイズとかあるじゃん。なんかクイズ王とかってなんかそんなの知識いらなくねみたいな知識とか、なんでそんなこと知ってんのみたいな知識持ってる人多いじゃん。ああいうなんか、よくわかんないなんかこう頭の回転の速さとかすごい知識量を持ってる人たち、うん、
あの東大生圧倒的持ってるのが変異って言われるの。インジュじゃないんだよ。インジュもあの東大生多分多く持ってると思うんだけどさ。だからなんかそれくらいの頭の回転の良さがある星なんだよねっていう。だけどそれを生かしてるかどうかはあのめっちゃご本人次第なので、だからその意味を知って生かしたいですかが多分一番大事な質問だと思う。シチュースミア、だから人生変えたいとか今の自分だとなんかおかしいとか、もっと私は自分を輝かせたいっていう人はシチュースミア知るといいと思う。あの輝かせるポイントが分かるから。そうそうそう、誰、確かに、うん、だからそれを、面白いから多分それやってるもんね、ビクトリアさんって。知らなくてもいいことばっかり知ってるのは自分が面白いワクワクするから、だからそれをさらに生かしていくことができるよ。その艦隊どこにある、うん、あのあるよね。どうん、だから月中だったらビジネスに生かしたらいいしみたいな感じなんだよね。生かしてるかどうかは分かんない、ご本人に会わないと。艦隊のこと聞いてたのって七色さんだった。なんかもうねスクロールが消えちゃった。ごめんちゃい、名前まで確認する前に言っちゃったみたいな感じ。はい、以上です。はい、なんかまたタイミング合えば聞いてください。うん、あ、やっぱ七色さんだ、面白いよ。あー、これもねよく聞かれるんだ、入門書とかでね。私も何冊か買ったの実は。私結構なこれもなんか何回か言ったんだけど、あのね、読んだのブログとかですっごい感じたのが、占いのか特にわかんない、四柱推命はって感じがするんだけど、占い全般なのかな。なんか何のためにさ占い師のとこ行くかって言ったらさ、人生良くしたいからじゃないのかな。私はそうなんだけど、なんかなんで学ぶのかっていうと、私は人生を良くしたい、自分が幸せになりたいから行くのね。だから、絶対、占い師さんとか本を選ぶポイント、本はそんなでもないんだけど、占い師さんは選ぶポイントがあってね、まあ、その人がその占いで幸せになってるか豊かになってるかみたいなところがポイントなので、で四柱推命に関すると特になんか、うんとね、なんかね、そうそう、ブログにも書いたんだけど、あの割と四柱推命って他の、うんと占星術とかに比べて分かりやすいって言われてるんだよ。あのそんなに複雑じゃない、うん、でもねだからこそなんだよ。だからこそ、うん、とその星に対してどれだけ解釈深みがあるかで、どんな見方ができるかで、それを使って人にどうなってほしいのかっていう願うところまで占い師に任されてるのが四柱推命だなって私は思ってて、だから何が言いたいかっていうと、同じ星でも、その意味に意味付けしてることが人によって全然違うんだよ。あの古い本とか読んじゃうとね、なんか多分私ブログでも何回か読んだんだけど、変換艦隊って私が持ってる星って離婚の星なんだよ。そんなこと言われたって嬉しくないもん、なんともないじゃん。だから結構あの四柱推命は難しいなって思う。なんかだってさ、なんか離婚の星って言われてそれで止まっちゃったら結構悲しくない？私は悲しい。だからうん、四柱推命はできたら本当占い師さんを選んで鑑定も受けてほしいし、まあ、好きな人に、うん、あなたが好きって思う人に占い師さんは選んだ方がいいし、学ぶのもだからね、例えば水の音って私が持っているその監視の雨のエネルギーなんだけど、雨もね、あのね本読んだら、あの監視のエネルギーの中で最弱ですって最も弱いエネルギーですみたいな書いてあって、なんかそれはね分かる気もすんの。でもやっぱ青山優子に聞いたの、ねえねえある本ではさみたいな、水の音ってなんかあの最弱って書いてあるんだけどどう思うみたいな、まあ、確かに雨ってほらエネルギー的にさどこでも染み込んじゃうじゃない、染み込んじゃうし馴染んじゃうから、なんか最弱って言われたら最弱よねみたいなって思ったんだけど、優子に言われたのがなんか水の人は最弱なんて思えないみたいな水はなんか雨は結構強いみたいな、やっぱそうだよなみたいな。そうだから、うん、
結構だから本おすすめありませんかって本当に何回も言われてんだけど、あまりおすすめしないブログも、あの古い同じ年代で幸せそうな人に学んだり鑑定受けたりするといいよっていう、その人がどれだけ四柱推命とか占いで変わったかみたいなところの成果出してる人から、あとまあ、うん、学ぶのが一番いい、学ぶとか見てもらうのが一番いいと思うよ。うん、俺何回も言ってんだけど、うん、なんかそれはなんかそうだからね、なんかメッセージでもね、なんか四柱推命何年学んでますみたいな。でも優子さんの解釈が一番好きですこれの。不思議よね。はい、そうだからね、その星を深めるのは本人次第です、占い師次第だ。なんか教科書が通用しなくなってる、時代的にもう時代流れが早すぎだからね。本当にあの正の字、陰樹で、陰樹じゃない、あの四柱推命でいう正の字と偏の字って本当に違うの。正の字はもうだから、うんと10年くらい前までの日本だったら大活躍なのよね。だから本当に学歴社会なんだよ正の字は。ちゃんといい学校に行って、陰樹いいところに就職して、なんか有名企業と なんかお役所とかが正官だ、まあエリート星なんで正官って、でいい人脈を作る政財みたいなが王道みたいな、だそれ以外はダメって書いてあるのブログとか本とかにも。そんなこと言われたら困っちゃうでしょ。だし今そんな時代じゃないじゃん。うんね、いやいや、そんなのいらないわ。私は星を生かしてもっと幸せになるし、強欲に豊かになっていくよでみんなもそうなったらいいよ。だからあのあんまりあのブログとかネットとか読んで、本とか読んでいちいちへこんだりしない方がいいよだからあんまりおすすめはしないの。だからなんかパッと見て私これ好きと思ったら受け入れればいいし、ゲーと思ったらね、変換艦隊離婚の星なんでゲーと思ったらもうそのブログには二度と近寄らないそんな感じです。はい、なんか質問に答えられたでしょうか。なんかこんな自分満たしでやっているライブ、インスタライブで今日もありがとうございました。それではまた。